死にはしないよ。それよりお前、生駒屋には会えたんだろうね。うん、私がここへ来たのも生駒屋さんの指図だよ。さすがだね元締め。なんだい。私、敵を追ってるって言ったよね。あんたの里を焼いちまった奴らのことかい。見つけたんだ、みんなを殺した奴らを。やっと見つけたんだ。でもわかんないんだ、どうしたらいいのか。敵なのにどうしたら。私起こしておくれ。お前はベニヤの始末屋だ。恨みつらみで人を切ることは何があっても許さないよ。うん、分かってる。急ですまないんだけどね、仕事を頼みたいのさ。始末は今夜、相手は黒塗りの十蔵とその一味。まずは万次郎を探すんだ。十蔵の居場所はそいつに探らせている。背中に面をつけた男さ。リン、必ずやり通してきんな。Ah!
getting away. にいます。奥の門から入ることができるはずでさ。ありがとう。元締めを急ぎなせ。あとはバンジー発信にお任せを。
She's over here. What's wrong? She's over here. おきの曲だよ。手の一つも叩けやしないのかい？重蔵はどこ？ぶっきらぼうになんだい。無礼なガキだ。へそ曲げたからね。許さないよ。
鋳造派に鏡あるかい？これでいい。無様なのは叶わないからね。手を上げたな。敵を取らなきゃ死ねないからね。覚悟はいいかい、鋳造さん。いや、黒塗りの鋳造。いいなずけ殿を呼び捨てか。長老たちが勝手に決めてたことでしょ。あの日何があったの？知ったところで千なきことよ。遅かれ早かれ葉隠れは滅びた。しょうがないかどうかは私が決める。答えて。里を抜ける。草葉だらけに飽き申した。これからは己が力を表に出していきまする。思い上がりか。陰に生き、陰に死ぬことのみに専心する。いいな。これ以上年寄りの妄言に傾ける耳持ち合わせてはおらぬ。抜け人がどうなるかは知らぬわけはあるまい。厄介なのは重々承知。手は打ってある。俺の元へ来い。そして俺の子を産め。黒矢は大きくなる。葉が暮れでのさじなどほどなく忘れ去る。あんたの子を産む？私が？あんたは敵だ。私の家族を奪ってきた。必ずやり通してきな。そうだったね。黒谷元締め、黒塗りの鋳造、そういないな。いかにも。ベニヤ凛、お命頂戴します。Thank you.
上の世で草働きに費やすほど時は余ってはおらん。無意にしてなすことの意味取り違えたか。忍びとしてなら意味もあろう。だが忍びの身に執着はない。故に抜けるか。この身を白日のもとにさらし、物が飽きた後でこの火のもとを黒く塗りつぶしてみせる。凛であればお主の闇にも光明をもたらせたやもしれぬ。光明だと。年寄りのざれ言じゃ。わからないね。飼い主がいなくなった犬だ。タチは悪いよ。分かってる。どうするつもりだい？悩んだりしてられない。行くだけだよ。まただな。